し入れをカレンが持ってきてくれました。こんばんは。はじめまして、ありがとう。まゆまゆ。今日はポジションがちょっと違うくて。2回目のポジションかな。ガオプリのも盛り上がった方結構いらっしゃって、皆さん大切に持っててくださいね。うん、死ぬほど可愛い。ほんまにもうリップの色とかないけど大丈夫そう。ありがとう。あ、今日アイメイクちょっとね、アイライン長めにしてるかも、いつもより。お疲れ様、ありがとう。トンテキめっちゃ美味しかった。初めてトンテキ食べたんですよね。でもやっぱりサラリーマンの皆さんはトンテキにめちゃめちゃ反応してくださった。会社員の皆さんは、うん、初チーム M 公演どうでした？楽しかった。ちょっと今日はね、開演時間が早かったんで、遅かったんで、ちょっと早めにショールも終わるかもしれないです。揚げニンニク、そういい味出してるのよ。揚げニンニクなんか5つも配信前に食べるもんじゃないんだけどね、食べてしまいました。からしとトンテキの相性も抜群でしたね。なんでトンテキって言うんやろ。公演終わりました。安定の楽しさね、楽しかった。ガーリックバターライス食べたいんですよね。店員さんがめっちゃねおすすめって言ってて、なかなか食べれないらしいです、トンテキ屋さんで。うん、眠たい。うん、よくわかったね、めっちゃ眠い。もう帰ってすぐこの配信終わったらママにお風呂沸かしといてって LINE する。待たれるな。なんて眠いね、もう。明日起きられへんかも。明日起きてちゃう。うん、起きるな。お眠、そう。お風呂入りたくないね。え、入ってきてな。入る。もちろん入る。入りたくない。マジ。トンステーキだからトンテキ。そうなんや。なるほどね。最後のね列でもね、公園後ろの方の列でも全然見えますよ私。なんなら私視線こうやってやりながら踊ってるから基本。まあ歌割りじゃない時は下見たりあるけど。隣は前田の玲子ちゃん。今年の生誕 T シャツ、今年もちょっと黄色なんですけど、ちょっと出口ゆいな、好きですよアピールしてください皆さん。その T シャツ着て一応決まりました。天狗ヤッホー。そう、めちゃめちゃね結構見えるんですよ後ろ。今年はラビグルメ要素をいっぱい出しています。いや、もうほぼラビグルメです。自分でもイラスト描きました。実はラビグルメ要素も入りつつ、自分でスマホで2時間ぐらいかけてイラスト描きました。子供っぽくなっちゃったかも。そう、ちょっと違うね絵描ける子に頼もうかなと思ったんですけど、終わり描いちゃいました。そう、なんかさ、自分で描いてなんか携帯で撮ってそれなぞるとかした方がやりやすいんかなとか思ったんですけど、なかなかねちょっとわからなくて、やり方、アートのやり方が。だからもう自分で白い白紙のやつにアプリでこうやってビーって書いてこうやって塗りました。手紙待ってますね。嬉しい手紙読みます。私今でも友達と手紙交換するぐらい手紙好きなんですよ。
自分も書くの好き。レターセット書くのも好きやし。身についてよくわかりましたね。ぜひ買ぜひゲットしてください。生誕 T シャツ。まだ自分のとこにも届いてないけど。そう、普段着れるねデザインにしようかなって思ってるんですけど、いつも。でもやっぱり公園で目立つ色がいいなって思ってて、いつも。だからぜひね、生誕 T シャツゲットされた方は公園とかなんか現地とかライブとか、だってライブ会場でもすぐ分かりますよ、私の生誕 T シャツ。うん、今日も公園でなんか生きてるだけで目立ちます。手紙は語彙力なくても全然日記みたいで大丈夫です。生誕祭までに間に合うかな、分からへん。でももう出してるから。もう眠くなっちゃった。よし、じゃあ今日ちょっとこれ私読めるか分からへん。皆さん、NNB48 は夏のコンサートが決定して、え、初めてじゃない？チーム離れたの。いやほんまに。あ、でもさ、あれや、去年も夏 は離れてるやん。じゃあね、私は何が嫌って、ハルリンスどっちとも違うんだよね。絶対どっちかおって。そうやね、ハルリンス初めて一緒やねん。そう、だからそれがほんまに一緒にやりたかった。かわいい。甘えれる人がいた、誰もいないって思って。よな、生きていけるか分からへん。ハルリンスおらんのどっちもな、リーちゃんな。リハーサル期間だからもうちょっと無理かもしれない私。うん、あ、たまにどっちか、うん、レイちゃん補給しに行くわ。絶対どっちか白やと思ったもん。え、うちも、うちはだってさ、どっちもさ、白も いけるやん。でもはるかは赤って結構意外やなと思って。確かに、うちは赤っぽくない。赤っぽい、うん。いやでもさ、ハル、うちさ、絶対どういうチーム分けになってもさ、ハルカと一緒にならへんねん、いつも。だから、ハルカと一緒なんやと思って。そうそう、で、レイちゃんとうちがいつも一緒になるイメージやから、こうやって見てたら、あれ、レイちゃんと違うやんと思って。なんかちょっと不安なんですよ。リハーサル期間不安みたいです。かわいい。そう、たまった珍しくハルリンスが同じ夏子。皆さん、お疲れ様です。ですね、ナンバトル、何て読むやったっけ、いつも呼ばれナンバザール。ナンバザール、ま、ナンバザール、もうカタカナにして。ナンバザール2022がね、7月14日から7月16日までゼップ大阪ベイサイドにて開催されます。読めてるかな。はい、そう、赤組2022とね、白組2022に分かれて、そして27枚目シングル選抜のメンバーの3つのライブがあるんですけど、さっきも言った通り、私ハルリンスで赤組で、前田玲子ちゃんは白組で。白です。でも結構ライブするよね、こう見たら。5公演。やば、5公演夏ですね。思い、だって去年も新選組めっちゃ熱かったしさ、去年もめっちゃいい思い出になったけど、今年もいい思い出になりますね、これは。てか赤白ってやっぱ可愛いな。マフラータオルめっちゃ可愛い衣装のな。そう、私赤の衣装やから、あのままか。赤の衣装で分けてるとかじゃないよな。全然違う。それは違うかった。カメラで写真撮影できるやつ、私たち初めてじゃない、うん、去年。なので皆さんぜひダイエットしな。そうやな、ノーマルカメラで皆さん絶対撮るから。そう、ね、ちょっと加工してください。そう、可愛く撮ってくださいね、うん、はい。グッズ付きチケット申し込める NNB48 モバイル会員選考は6月12日までですね。あと何日、わかんない。12日までのやつ打った今、うん、12日までのやつ。今日7日、あと5日です。今すぐしてください、はい。詳しくはね、ホームページにて皆さん詳細があるので。亀戸席ね、なんかどんな感じになるんだろう、私は全然分からへんねんな。皆さんぜひ可愛く撮ってください。マジ聞き顔じゃない方にさ席あったらマジで地獄やねんけど。確かに後ろ向きで下がっていこう。全部終わり。はい、ということで、ランキング読みたいと思います。ちょっと早く。
ちーさむさん、ありがとうございます。8位がしろ、ありがとうございます。7位が野原しんのすけのすけ。6位がうっしー、ありがとうございます。5位がひで、ありがとうございます。ございます。3位が峠さん、ありがとうございます。2位がガンズン、ありがとうございます。1位ありがとうございます。1位はディクタスさん、パチパチパチ。気をつけて帰りますね。それでは皆さん、またショールームするすごいですか。すごい、ママちぃさんのために作る。ママのお揃いにしてね。皆さんぜひお揃いにしてください。これさ、でも甲子園行こうと思ってコーデ組んだらさ、ニッカポッカに見えてきて、確かに。来てました。マジ、そんうわ、ネタバレしてた。あー、ごめんなさい。そうなんや、よかったよかった。ノーヒットノーランしてベイスターズの選手10位ですか。あ、今阪神最近調子いいイメージ。交流戦1位やって、いや勢いのままらしいです。 A クラスに突っ走ってほしい。一つ野球の単語が覚え、うん、はい、一緒に帰るのに、帰らへんのに帰るとかやってきます。はい、では皆さん本当に終わります。ありがとうございました。